仮面の舞踏者江戸川乱歩前回の続きからです。四、焼けるような喉の渇きを覚えてふと目を覚ますと私は私の寝ていた部屋が いつもの自分の寝室でないことに気づきました。さては夕べ踊り疲れてこんなうちへかづき込まれたのかなそれにしてもこの家は一体全体どこだろう見ると枕元の手の届くところへベルの紐が伸びています。私はともかく人を呼んで聞いてみようと思いその方へ手を伸ばしかけて。 と,気がつくとそこのたばこ本のわきにひとたばの半紙がおかれそのいちばんうえの紙に何かみになにかえんぴつのはしりがきがしてあるのです好きしんのままよみにくいかなもじをなにげなくひろってみますとそれはつぎのようにしたためてありました「あなたはついぶんひどいかです」。 お酒の上とはいえ、あんな乱暴な人とは知りませんでした。しかし、今更言ってもしょうがありません。私は、あれは夢であったと思って忘れます。あなたも忘れてください。そしてこのことは、井上には絶対に秘密を守ってください。お互いのためです。 私はもう帰ります。春子それを読んでゆくうちに寝ぼけていた頭が一度にはっきりして私は何もかも悟ることができましたあれは私の相手を務めた夫人は井上次郎の再婚だったのか。 そして新潟き開墾の情が私の心臓をうつろにするかと怪しまれました泥酔していたとはいえ夢のように覚えています昨夜闇の乱舞が絶頂に達した頃例の防衛がそっと私たちのそばへ来てささやきましたお車の用意ができましてございます ご案内いたしましまょう私は夫人の手を携えて合意の後に続きましたどうしてあの時彼女はあんなに従順に私に手を引かれていたのでしょう彼女もまた酔っていたのでしょうか玄関には一台の自動車が横付けになっていました 私たちがそれに乗ってしまうと、ボーイは運転手の耳に口をつけて。十一号だよ。と囁きました。それが私たちの組み合わせの番号だったのです。そして多分ここの家へ運ばれたのです。その後のことは一層ぼんやりして、よくはわかりませんけれど。 部屋へ入るなり、私は自分の覆面を取ったようですすると相手の夫人はあっと叫んでいきなり逃げ出そうとしましたそれを夢のように思い出すことができますでもまだ酔いしれた私は相手が何者であるかを推察することができなかったのです すべて泥酔のさせた技ですそして今このき手紙を見るまで私は彼女が友人の細君であったことさえ知らなかったのです私は何という若者でありましょう私は夜の明けるのを恐れましたもはや世間に顔の出せない気がします 私はこの次どういう態度で井上二郎に会えばいいのでしょうまた当の春子さんに会えばいいのでしょう私は青くなってとつおいつ帰らぬ後悔にふけりましたそういえば私は最初から相手の夫人にある疑いを持っていたのです 黒面と,変装とにおわれていたとはいえあの姿はどうしても春子さんに違いなかったのです私はなぜもっと疑ってみなかったのでしょう相手の顔を見分けられぬほども泥酔する前になぜ彼女の正体を悟り得なかったのでしょうそれにしても 井関さんの今度のいたずらは彼が井上と私との親密な関係をよく知らなかったとはいえほとんど常軌を逸していると言わねばなりませんたとえ私の相手が他の夫人であったにしても許すべからざる計画です彼はまあどういう気でこんなひどい悪だくみを目論んだのでありましょう それにまたささんも春子さんもです。井上という夫のある身が知らぬ男と暗闇で踊る際あるにこのような場所へ運ばれるまで黙っているとは私は彼女がそれほど不倫な女だとは今の今まで知りませんでしただがそれは皆私の得て勝手というものでしょう 私さえあのように泥酔しなかったらこんな世間に顔向けもできないような不愉快な結果を招かずとも済んだのですからその時の何とも言えぬ不愉快な感じはいくら書いても足りませんともかく私は夜の明けるのを待ちかねてその家を出ました 「おしろいこそ落としましたけれどほとんど昨夜のままの姿を車のホロに深く隠して家路に着いたことであります」5「うちに帰っても私の開墾は深まりこそすれ決して薄らぐはずはありません」 そこへ持ってきてき私の女房は彼女にしてみれば無理もないことでしょうが病気と称して一間に閉じこもったきり顔も見せないのです私は女中の給仕でまずい食事をしながら外婚の情をさらに倍化したことであります私は会社へは電話で断っておいて机の前に座ったまま 長い間ぼんやりしていました眠くはあるのですがとても眠る気にはなれませんそうかといって本を読むこともそのほかの仕事をすることも無論だめですただぼんやりと取り返しのつかぬ失策を思い煩っているのでしたそして 思いにふけっているうちに私の頭にふと一つの懸念が浮かんできましただが待てよ私は考えるのでした一体全体こんなバカバカしいことがあり得るものだろうかあの伊関さんが昨夜のような不倫な計画を立てるというのも変だし それにいくら泥酔していたとはいえ朝になるまで間の夫人を知らないでいるなんて少しおかしくはないかそこには私をして強いてそう信じさせるような技巧がろせられてはいなかったか第一井上の春子さんがあのおとなしい才君が舞踏会に出席するというのも信じがたいことだああそうだ 問題はあのの婦人の姿なんだ。ことに首から肩にかけての線なんだ。あれが井関さんの巧妙なトリックではなかったのか有利の巷から覆面をさせれば春子さんと見まごうような女を探し出すのはさほど困難ではないだろう。俺はそうした影武者のためにまんまと一杯食わされたのではないかそしてこの手にかかったのは。 俺だけではなないいかもしれない人の悪い伊関さんは意味ありげな暗闇の舞踏会で会員の一人一人を俺と同じような目に合わせ後で大笑いをするつもりだったのではないかそうだもうそれに決まった。考えれば考えるほどすべての事情が私の推察を裏書きしていました。 私はもうくよくよすることをやめ先ほどとは打って変わってにやにやと気味の悪い一人笑いを漏らしさえするのでした私はもう一度外出の支度を整えました伊関さんのところへ押しかけようというのです私は彼に私がどんなに平気でいるかということを見せつけて 夕べのししををななければなりません。んおい、タクシーを呼ぶんだ。私は大声に女中に命じました私の家から伊勢さんの住まいまではさして遠い道のりではありませんやがて車は彼の玄関に着きました「よっと店の方へ出てい,いはしないかと案じましたが」 幸い在宅だというので私はすぐさま彼の客間に通されました見るとこれはどうしたというのでしょうそこには伊関さんのほかに20日会の会員が3人も顔をそろえて談笑していたではありませんかではもう種明かしが済んだのかしらそれともこの連中だけは 私のような目にも合わなかったのかしら。私は不審に思いながら。しかし。さも愉快そうな表情を忘れないで。設けられた席につきました。やあ、夕べはお楽しみ。会員の一人がからかうように声をかけました。 なに、僕なんじゃダメですよ。君こそお楽しみでしたろう。私はあごをなでながらさも平然と答えました。どうだ驚いたかという腹です。ところがそれには一向反響がなくて相手から返ってきた言葉は実に奇妙なものでありました。だって君のところのは。 われわれのうちで一番新しいんじゃありませんか。お楽しみでないはずはないや。ね、え、伊関さん。すると、伊関さんはそれに答える代わりに。あはあはと笑っているのです。どうも様子が変なのです。しかし、私はここで弱みを見せてはならぬと。さらに一層平気な表情を作るのに、骨折りました。 が彼らは私の表情などには一向を構えなくがやがやと話を続けるのです。だが昨夜の趣向は確かに秀逸だったね。まさかあの覆面の女が天田の女房とは気がつかないやね。開けてくやしき玉手箱か。そして彼らは声をそろえて笑うのです。 むろん最初札を渡す時に夫妻同一番号にしておいたんだろうがそれにしてもあれだけの人数がよく間違わなかったね間違ったら大変ですよだからその点は十分気をつけてやりました伊関,関さんからあらかじめ胸を含めて会ったとはいえ女房連よくやってきたね あれが自分の定所だからいいようなものの、味を占めて他の男にあの調子でやられちゃあたまらないね。危険を感じますかね。そしてまたもや小生が起こりました。それらの会話を聞くうちに、私はもはやじっと座っているに絶えなくなりました。多分私の顔は真っ青であったことでしょう。 これですっかり事情がわかりました。伊関さんはあんなに自信のあるようなことを言っていますが、どうかした都合で私だけ相手が間違ったのです。自分の女房の代わりに春子さんと組み合ったのです。私は運悪くも偶然恐ろしい間違いに落とされてしまったのです。だが、 私はふともう一つの恐ろしい事実に気づきました冷たいものが私の脇の下をタラタラと流れましたそれでは井上次郎は一体誰と組んだんだろう言うまでもないことです私が彼の妻と踊ったように彼は私の妻と踊ったのです お私の女房があの井上次郎と私はめまいのために倒れそうになるのをやっとこらえましたそれにしてもそれはまたなんという恐ろしい錯誤でありましょう挨拶もそこそこに伊関さんの家を逃れ出た私は車の中でガンガン言う耳を押さえながらどこかにまだ 一るの望みがあるような気がしていろいろと考え巡らすのでありましたそして車が家へ着く頃やっと気がついたのは例の番号札のことでした私は車を降りると家の中へ駆け込み書斎にあった変装用の服のポケットからその番号札を探し出しました 見るとそこには横文字でとと記されています。ところで昨夜の私たちの番号は私ははっきり覚えていましたそれは11なのですわかりましたそれは遺関さんの罪でも誰の罪でもないのです私自身の取り返しのつかぬ失策なのです 私は遺関さんから前もってその札を渡されたとき、間違わぬようにと、くれぐれも注意があったにもかかわらず、よくも見ておかないで、あの会長の劇場的な空気の中で、そぞろ心に見たのです。そして、1と7とは間違えて、11番と呼ばれたときに返事をしたのです。でも、ただ番号の間違いくらいから、 ここんな大事を引き起こそうとは誰が想像しましまょう私は20日会などという気まぐれなクラブに加入したことを今更後悔しないではいられませんでしたそれにしても井上までがその番号を間違えたというのはどこまでいたずらな運命でしょう。 おそらく彼は私が11番の時に答えたため自分の札を17番と誤信してしまったのでしょうそれに伊関さんの数字は7を1と間違いやすいような書体だったのです井上次郎と私の妻とのことは私自身の場合に引き比べて推察に固くありません 私の変装については妻は少しも知らないのですし彼らもまた私同様を強者のように酔っ払っていたのですからそして何よりの証拠は一間に閉じこもって私に顔を見せようともせぬ妻のそぶりですもう疑うところはありません 私はじっと書斎に立ち尽くしていました。私にはもはやものを考える力もありませんでした。ただ、焼きつくように私の頭を襲うものは、おそらく一生涯消え去る時のない、私の妻に対する、井上次郎に対する、その妻、春子に対する、 抱きすべき感情のみでありました。